2021-22 V リーグディビジョン1女子大会にはマーケティングパートナーミカサ、サポーティングパートナー NEC、 デンソー、久光製薬、日立アステモ、ミズノ、アシックスジャパン、デサントジャパン、セノー、レフェリーウェアスポンサー ANA、 西鉄旅行、オペレーションパートナーセレスポ、オフィシャルチケッティングパートナーティア、健康睡眠パートナーライズ東京、フロアパートナー通り、 PR パートナー PR タイムズ、以上各社のご協賛をいただいております。
6番、花川律美、7番、ルグザンコ。
Thank you.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 
6番石井由紀選手です。どうぞ皆様拍手でお迎えください。石井選手には京都府バレーボール協会渡辺名誉会長より京都の銘菓あじゃり餅が贈られます。皆様どうぞ大きな拍手をお送りくださいませ。渡辺様ありがとうございました。さあそれではここで久光スプリングス6番石井由紀選手にお話を伺いましょう。石井選手おめでとうございます。ありがとうございます。どうしても落とせない一戦を勝ち切りました。試合が終わって今のお気持ちお願いします。ほっとしています。この一戦で、このファイナルステージに進めるかどうかというところでしたけれども、今チームの雰囲気いかがですか？本当に一戦落としたらファイナル進めないという状況の中でも、今日の一戦にみんなが集中して、すごいいい雰囲気で最後までプレーできたと思います。はい、本当に非常に白熱したいい試合でした。さあそんな中ご自身では今日のプレー振り返ってみていかがですか？私自身は本当に調子が上がりきってない中でもやっぱり崩れていけないと思っているので、最低限の仕事はできるように必死に頑張っています。はい、さあ今シーズンのレギュラーラウンドも残すところあと2戦となりました。まずはこの2戦に対する意気込みをお聞かせください。NEC さんとの直接対決なんですけど、プレッシャーがかかる中でも一戦一戦本当に楽しんで、絶対ファイナルに進むんだっていう強い気持ちを持って、あとは今シーズン半年間本当に長かったんですけど、その思いを積み重ねてきたことを、この土日出し切ってまたチームで勝ちに行きたいと思います。はい、さあそれでは最後になります。画面の前で応援してくださっていますたくさんのファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。リモートでしたが画面越しにご声援いただきありがとうございました。あと少ししかない試合の中でファンの方々が本当にバレーって楽しいんだなって改めて感じてもらえるような試合を、久光もそうですけどバレー界を通してみんなで頑張っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。はい、次の試合も頑張ってください。久光スプリングス6番石井由紀選手にもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ギリギリまでの皆さんに大きな拍手をお願いいたします。
2021-22 V リーグディビジョン1女子大会にはマーケティングパートナーミカサ、サポーティングパートナー NEC、 デンソー、久光製薬、日立アステモ、水野、アシックスジャパン、デサントジャパン、セノー、レフェリーウェアスポンサー ANA、 西鉄旅行、オペレーションパートナーセレスポ、オフィシャルチケッティングパートナーティア、健康睡眠パートナーライズ東京、フロアパートナー通り、 PR パートナー PR タイムズ、以上各社のご協賛をいただいております。